からはですね、今紹介ありましたアイディアクティブジャパンプロジェクトのご紹介っていうのを改めてさせていただきます。東京エレクトロンデバイスのマイクロソフトじゃない方の西脇です。よろしくお願いします。<laughs> ソフトバンクの深堀です。よろしくお願いします。はい。 でではですねあの今日なんです、この時間は、ですね、えーマイクえー、アイデアクティブジャパンとはという話と、えーまあ、これまでの活動成果、今後というのも簡単に、デイワンでも、ですねもうすでにお話しさせていただいている部分も多いかと思いますので、うん、まあこの部分をデイツーだけね、参加されている方もいらっしゃるかもしれないので、改めて少しご紹介させていただきつつ、まあ、今回のイベントの中の、えー、みんなでチャレンジしてみる、このひらめきアイデア2023チャレンジの 結果報告というのをこのセッションの中で皆さんと一緒に見ていきたいと思っています。す。よろししくお願いします、はいえー、まず、ですね、アイデアアクティブジャパンプロジェクト、えーまあ、すでに皆さんも聞いていらっしゃる方も多いかと思うんですけども、昨年の9月からですね、スタートした、えー、新しいひらめきアイデアで、まあ、世界を変えるアイデアを作っていこうと。 こういうプロジェクトをです、ね、ここに書かれているマイクロソフトさんソフトバンクさんメタさんメタジャパンさんビジテクノロジーあと競争 IoT ビジネス競争ラボ、まあ、こういった5社が中心となってこのプロジェクトを昨年9月からスタートさせていただいております。 実はですね、まあ、このプロジェクトは今お話しした5社だけではなくて本当に多くの企業のスポンサー様に支えていただいて一緒にですね日本から新しいアイデアを生み出していこうビジネスを創出していこうと、まあ、こういったところに賛同いただく大きな方々に支えていただきましてこのプロジェクトというのを今進めているところになります。 ではどういったプロジェクトなのか、私たちです、ね、これからの未来を想像していく、新しいビジネスを想像していくためにもです、ね、こういった6つの今の日本が競争できるじゃないかという、このテーマをです、ね、6つセレクトしまして、この中から世界に届けられる超炎ビジネスっていうのを、日本からぜひ生み出していこうと、こういった活動っていうのを、このプロジェクトの中で行っています。 じゃあ具体的にどんなことをこのプロジェクトの中でやっているかなんですけども、まずですね、今言った6つのカテゴリーの点っていうのを、まず学んでいこうとま、まず学びですね、いろんなことを知る、身につける、こういったところから始めて、その学んだことを生かして発想する、アイディアを創出していくと、こういったところにおいては、今、ひらめき、アイディアコンテストという形も含めて、ですね私たち実行しております。さらに ここまでだったらまあよくあるアイデアコンテストなんですけど私たちはです、ね、アイデアだけじゃなくてそれを形にしていこうテクノロジーを使って形にしていこうと、まあ、ここまでをです、ね、このプロジェクトの中で1年半を通じて皆さんと一緒に作っていく。 で最終的には、えー、このイベントの中からですね、一つでも多くの、えー、新しいビジネスというのを社会に実装していく、まあ、こういったところにですね、えー、賛同しているスポンサー多くのスポンサー企業と一緒にですね、えー、新しいアイデアを事業化していくこういった皆さんを支えていくプロジェクトというのを進めております。でですね、アアイデアを…えー ひら,めきひらめきアイデアというのをです、ねまあ、出すにあたってやはり皆さんにもです、ねえー、より多くの方に参加していただきたいために私たち今、ひらめきアイデアコンテストというのはまさに今、まさえー、真っ最中でございます。で一番最優秀賞としてはもう賞金1000万円、まあ、非常に本当に大きな、えー、他のアイデアコンテストと桁が違うような形で,です、ね、本気でやはりこの授業を生み出していただく、まあ、こういった方というのをご支援していきたい。 さらには本当にその事業を進めていく上で5000万円相当のですねクラウド技術の支援こういったものというのも用意しつつさらには先ほどお見せした多くのスポンサー様とも協賛企業の皆さんと一緒にこの生まれてきたアイデアビジネスにするところを支援していこうとこういった活動というのをコンテストを通じて行っていきます。今実際ですねこのえひららめきアアイデアコンテスストトまさに9月からスタートして、えー 真っ最中でございますでエントリーの受付という意味ではここに書いてあるように、えー、3月の末まで、えー、エントリーの受付が、えー、可能になってますぜひです、ねまあ、この機会に、えー、アイデアを、えー、ぜひ出して新しい授業を、えー、考えてみたいという皆様ま一人一人どなたでも参加できますのでぜひ、えー、ホームページの方もチェックしてエントリーしていただければなと考えておりますはい。 でこっからはですねぜひこのイベントに、えー、メインスポンサーとして参加いただいているソフトバンク、えー、深堀さんの方から、一言いいただければと思ってますはい、ソフトバンクの深堀です。えっ、ー、とです、ね。このアイデアクティブジャパンプロジェクトには私たちはコアメンバーとしても参画させていただいていて今日も西脇さんと登壇させていただいているんですけどどうして私たちがこのプロジェクトに参画したいと思ったかというところを少しお話ししたいと思います。うん ソフトバンクはです、ね、皆さんあのご存知の通り通信会社だと思われているかなという,ふうに思うんですけれどもあのソフトバンクがあの投資をしているソフトバンクグループが親会社としてソフトバンクが事業会社なんですけれどもあの右側に書いてあるように皆さんに使っていただいている LINE や PayPay、ああ Yahoo や ZOZO といったあの一般の皆様に普通に使っていただけているサービスもあの提供しているような会社になっています。うん 今お話ししたようなものだけではなくて例えばモビリティのサービスであったりとかシェ,アサシェアオフィスのサービスであったりとか、まあ、いろんな皆様の暮らしや仕事に役に立つソリューションをお届けする会社として事業を運営していますけれどもあのそういうあの事業を通じたところで やっぱりあのアイデアアクティブの日本全国を元気にする世界に発信するようなソリューションを作るというところが私たちの経営理念と合っているのかなというところもありましたしそもそも事業を推進していく上で DX の推進してきた経験であるとかノウハウやそれを推進してきた社員というところはアイデアアクティブプロジェクトにあのお役に立てるところがあるのではないかというふうに思い参画をさせていただいています。 それだけではなくてキャリアですので 5G の検証環境であったりとかまあそういうものを体感できるあのショールームのようなところも提供させていただいて皆さんと一緒に日本全国を元気にしていきたいと思ってますのでぜひよろしくお願いしますこの後は IoT 競争ラボのお話を西脇さんからお願いしたいと思いますはい、はいえー、改めてまあ、冒頭であの東京エレクトロのデバイスと、えーえー 挨拶させていただきましたけれども今回の、えー、アイデアアクティブジャパンプロジェクトに関しましてはこの IoT ビジネス競争ラボというコミュニティを通じてです、ね、あのプロジェクトに参画させていただいております。 IoT ビジネス競争ラボはです、ね、2016年に発足して、IoT ビジネスをまあ推進する人と人、まあ、こうものとものが、ね、IoT というのはまあつながる形にはなるんですが、やはりそこをつなげるのは人と人だろうということで、より多くの方々とです、ね、あのつないでいく、まあ、こういったコミュニティ作りというのをずっと続けてまいりました。 で私たちもですねあの今、このコミュニティ活動自体はですねマイクロソフトベースに比べるとまだ少ないんですけどもあの、えー、北海道から、えー、関西まで多くの拠点に賛同いただきまして、えー、地域コミュニティ活動というのを進めてきていますで私たちもですねあのこの23年というのはまあコロナ禍でなかなかこういったコミュニティ活動というのは本当に難しい時期多かったんですけども昨年からスタートしたこのアイデアクティブジャパン これのですね思想に私たちも共感してぜひですね一緒になってこの IoT 競争ラボのコミュニティも含めてですね皆さんと一緒にこの新しいビジネスを作っていくその際に生まれる人と人のつながりというのは私たちもともと期待している部分でもありますので競争ラボとしてもこのイベントを通じてより多くの人たちと出会えるもしくはそことつながるもしくはそこで新しいビジネスを生まれていくそういったところを支援していきたいと考えています。 はいでですね、これまでの、まあ、アイデア,アクティブ、えー、ジャパン、えー、の活動の中で,です、ね、あの皆さんに、えー、ご案内したいのがです、ねまあ、今までこのアイデア,アクティブジャパンというのを知っていただくために、うん、まあこういった今日の、えー プロモーションであったりウェブのプロモーションもしくは広告えいろんなところでねご紹介をさせていただいたんですがやっぱり人と人をつなげるという意味ではこういったリアルイベント昨年からですね本当に精力的にやってきておりますそれがですねアイデアアクティブワークショップという形でこれはもうあの学生から本当社会人までさまざまな方が本当に参加して個人さらにはグループこういったところでより多くのアイデアを 創出していくもしくはそれを体験していく、まあ、そういった場の提供というのを私たちも一緒にやってきました、えー、なのでですね、まあ、これからも、えー、このアイデアアクティブジャパンプロジェクトに皆さん興味がある方というのはぜひこの、えー、何から始めていいかなという方々ですねぜひこのアイディアアク,ティ、えー、アクティブワークショップ、まあ、こういったものというのはこれからも続けていきますのでぜひ皆さんに、えー、より多くの方に参加していただければなと考えております。 で最後に、アイディアクティブジャパンの、えー、活動に関して、まあ、今後の予定ということで皆さんと共有させていただきます。えー、先ほどご えお話しさせていただきましたひらめきアイディアコンテスト、こちらですね、1000万円の優勝賞金のもの、これはえ3月末までのエントリーとお話ししましたけど、コンテスト自体はですね、6月末まで決勝戦というのを行っていきます、なので3月末までに応募いただいた中から、より厳選して、ブラッシュアップして、多くのメンター様たえーからのえアドバイスをいただきながら、よりえビジネスアイディアを,アイディアをえ高めて、 それを競い合う,、まあ、そういったものを6月に行いますし私たち、えー、冒頭お話ししたアイデアだけで終わらないそれは何かというとこの後半戦ですね春以降はですねアイデア,アクティブハッカソン、うん、やはりテクノロジーを学んでいこう使っていこう。えー 5G もそうだと思うんですけども、えー、いろいろなテクノロジーというのが本当に、えー、技術者専門家じゃなくても使える今世の中になってきています。こういったものをです、ね、学びながら触りながら作りながら自分の考えたアイデアをじゃあそのテクノロジーを使ってじゃあどうビ,ビジネスにしていくか。 これを後半戦ですね、えー、行っていって、最終的にはそのひらめきアクティベートコンテストというところで、社会実装に持っていくよりいいアイデアを集めて、ですね、それをコンテスト形式で、えー、今年の年末ですね、12月に向けて活動の方をずっと進めていきたいと思っております。で前のページでご お話しさせていただきましたアイデアアクティブワークショップであったりアイデアアクティブナイト、まあ、こういった、えー、集まる人と人のつながるイベントですね、まあ、こういったものっていうのは、えー、通年はこれからもどんどん企画していきたいですし今日全国のマイクロソフトベースの皆さんも本当に聞いていただいているかと思うんですけどこういったワークショップのアクティビティ 一緒にですねぜひアイデアアクティブのプロジェクトのイベントとコラボイベントという形で全国の MS ベースの拠点を使わせていただいて一緒にですねアイデアワークショップであったりハッカソン、こういったものっていうのをこれからぜひやっていきたいと思っていますのでマイクロソフトベースの方々もですねこういった活動興味あるよという方はぜひぜひどんどん私たちアイデアアクティブジャパンの方にお問い合わせいただければと思っております。はい はい以上が前半戦のご紹介になりましたはいではここからは、えー、このマイクロソフトベースフェスタを通じてやっていたひらめきチャレンジ2023の結果発表に行きたいというふうに思いますすでねそうですねこの,あの結果は知らないので <laughs> ちょっとあの、ね、バタバタしたら申し訳ないなというふうに思いましたが早速行きたいというふうに思います。 えと視聴者参加型企画として2023年にかけて2023個の新しいアイデアをこのイベントを通じて昨日の2時からですかね募集していたということなんですけれどもその結果がまとまったようなのでこのイベントを通じてどんなお題で、えー、皆さんからアイデアを募集していたのかというのが次のチャートにあるんですけどこのお題を。 いただいた JBS の枠田さんをここでお呼びしたいと思います、はい、枠田さんじゃあお願いしますはい、このアイデアをいただいた思いであるとかコメントをここからいただいたらよろしいでしょうか はい、ナクタですよろししくお願いいたしますえこちらのコンセプトは、ねえっと、働き方改革3.0のような発想からえ生活全体にテーマを広げてです、ね、えダイバーシティで暮らすさまざまな人が、まあ、自分らしさを出せるような働き方、まあ、暮らし方を実現するために、まあ、課題をテクノロジーで解決しようじゃないかといったところで今回 JBS からご案内させていただきました。 ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ,あのここから一緒に結果を見てい,っていただきたいなというふうに思うので、はい、よろしくお願いします。で,すでえー、っとですね、えー、このえっ、ー、とアイデアコンテストを通じての商品がこちらに映ってます。なんかいろんなものがありますけれども。 サーフェスラップトップとかもらえたら嬉しいですよねきっとう、ね、<laughs> そうですねあとは JBS さんからもゴルフボールいいただてますソフトバンクさんからもね <laughs> あ,あ,のありがとうございます、はい、お父さんかわいいんでではここから結果発表いきたいと思います本当に知らないのでちょっとバタバタしたら申し訳ないですでまず、えー、とマイクロソフトベースのエリア賞ということで、ねはい、発表を見ていきたいというふうに思います 一気に出ました。<laughs> <laughs> これも初めて今見またそうですね。<laughs> あのさっきの予定だとちょっと違ったんですけど。すいません。はい。<laughs> <laughs> でもすごいですね。<laughs> そうですね。えっ、ー、と三位がマイクロソフトベース名古屋二百十五個すごいですね。ありがとうございます。皆さん。はい。ではエリア賞の第二位はシナ柴原シーサイド三百五十六個すごい。おめでとうございます。おめでとうございます。 1>, あじゃあ1位が長野405個。すごい <laughs> ということで、えー、エリア賞が3ついっぺんに発表になったんですけど <laughs> あの受賞されたエリアの皆さんおめでとうございます。 あの今発表した三つのエリアだけではなくて、うん、今回は全国のマイクロソフトベースの皆さんにアイデアをどんどん投稿していただいて、うん、その結果があの右側に出てるかなというふうに思うんですけれども、本当に全国からたくさんのすごいですね。はい、このグラフすごいですね。<laughs> なんかあのやっぱりこうトップ三競い合ってた感じですね。<laughs> すねありがたいです、ね。本当に皆さんありがとうございます。本当,本当にあの。 まあこの全国を元気にするというコンセプト通りもも日本全国からたくさんのアイデアをいただいてありがたかったかなとうう思うのと今後もねあの先ほど西脇さんが紹介したようにあのアイデアアクティブジャパンとしてはずっとひらめきアイデアは3月末までやってますので日本全国の皆さんからの応募もお待ちしてます。ということでエリア賞の発表でした。次は個人賞でですすすかかかねね発表ねあのちょっっととどどんんなかかなふうにてるわらいいいけ行みたいと思います 個人賞の発表したいと思います。はい、個あっさり魚です。さっきにくらると。あの、はい、三位からちょっと発表したいかなというふうに思います。三位は七時七時さんですかね。七時ですかね。おめでとうございます。おめでとうございます。あっあの二位は山さんですかね。はい、おめでとうございます。 1> 次、1位はヒーロー様ですおめでとうございますこの個人賞はですねいくつアイデアありがとうございますんか、ねね、いくつアイデ,ア,ア,イデアを投稿してくれたかという数で、うん、あのランキングしているようなので、まあ、たくさんのアイデアをこの3名様には頂い,いたのかなというふうに思いますお応募ありがとうございましたおめでとうございます、うん、はい と,いうことで出方もねちょっとびっくりするような感じですけれども次ちょっと続いていきたいというふうに思います。はい ということで、先ほどあの冒頭に申し上げましたけれども、このひらめきチャレンジ2023は2023年にかけて2023個のアイデアを、うんえー、応募しあの目指して皆さんにアイデアを投稿してもらってたんですけど、一体全体いくつ集まったのかというのがここに出てきて <laughs> なかなか厳しいと思いますよ。<laughs> どうですかね。昨日の一日ですもんね。からですから、ね、あのいくつになったのかを本当に私たちも知らない。 のでちょっと数字見ていきたいといやもう2023ねいい年になるかどうか <laughs> そ,うです、ね、そう言っちゃいますいやちょっとハードル上げちゃいますすいませんいやいや期待を込めてね <laughs> はいじゃあのちょっと見ていきたいと思いますいきますじゃじゃんおお<ー>2 5 6校素晴らしい超えていますね素晴らしい <laughs> いい年になるでもこれ 昨日のお昼からですよね、2>, うん、2時でしたっけ、2> 2時,だから23 25時間ですかね。うん、すごいですね、みんなが集まると、一日で2000個以上のアイデアが出るっていうのは、これは私たちもこれまでのアイデアアクティブの中でもで、ね、本当体験してないような、すごい皆さんのパワー、参加の皆さんの本当、ご支援、ご協力、ありがとうございます。 あの今西脇さんがおっしゃった通り一日で2,000個のアイデアが出てくるというのはやっぱりあの皆さんと思いを一つにするとこれだけのものが生み出せるということに他ならないと思うので、まあ、この勢いを借りて この後マイデアクティブのプロジェクトを推進していきたいですね。いやもうぜひぜひあのこ今回のですねこの一日でやって皆さんあのいろんな体験していただいたと思います。あの私もそうなんですけど今回のこのアイディアクティブプロジェクトに参加するとですね本当にこう今まで使ってなかった脳を本当に刺激して <laughs> 本当にその日頃とはね違うあの頭の使い方っていうのを、えー、私も本当に体験してますして今日体験したことっていうのを ぜひです、ね、この後もも、ね、アイデアクティブジャパンに、うんえー、参加いただきましてより多くの方に参加していただいてさらにもっといいアイデアというのを、ねえー、思いついたものをこれからもどん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 ,どん、えー、発信、えー、エントリー、ねうんはい、皆さんにしていただくきっかけ今になればなと思っています。はい ということで、えー、このマイクロソフトベースフェスタを通じて実施していたひらめきチャレンジ2023は、なんと256個のアイデアが集まったということで、はい、と皆さんありがとうございましたありがとうございます。皆さん本当に皆さんおめでとうございます。皆さんおめでとうございますね。本当にちょっとびっくりしました。<laughs> <laughs> <laughs> はいということであのこのあの。このあの 結果発表、あすままませんまだありましたね <laughs> あのどんなアイディアが集まったかというところが今、の横に出ていると思うんですけれどもごめんなさい宇宙空間にデータセンターとかバーチャルインターンシップうん、うん、そうですねいろんな空間、宇宙も、ね、一つアアイディアアクティブのーですよねいや今回の,、ね、あのアイディアアクティブの中でも宇宙というのは一つのビジネス、うんまあ、これからのえ新しいフィールドとして、うん、そういった意味ではもう早速そうです、ね、この、うん クラウドの世界っていうのはもう日本世界だけじゃなくて今度は宇宙を取り巻くってすごい壮大な、うん。 やっぱ期待というのはね、ワクワクしますね。こういうの見るとね。そうですね。バーチャルインターンシップもね、うん、メタバース絡めてこう,うん、うん、いろんなことができそうな間かなと思うので。うん、やっぱり特にあのコロナでね、だんだんリモート、まあ今日のこういったイベントもそうですけども、ね、本当にこう離れたところっていう、うん、本当に距離距離の格差っていうのは本当に今どんどんなくなってきてますし、うん、まあこういった新しいバーチャル空間の中であれば今度は世界中でコミュニケーションというのはね、うん、できるというのいろんな可能性というのを感じますよね。 はい、ありがとうございます。ということでひらめきチャレンジ2023の発表でした。最後になんですけれども、あの見ていただいている皆さんへのお願いになります。あのこの30分を通じて前半のアイデアクティブプロジェクトの説明をさせていただきました。何度もあの先ほどから申し上げている通り、このフェスタを通じてやっていたものとは別で、あのアイデアクティブ プロジェクトとしてアイデアコンテストを3月末まで募集してますのでぜひご参加いただきたいなというふうに思っていますさらに西脇さんがさっき申し上げておりましたけれどもワークショップも随時開催してますのでこういうところで同じ思いを持った仲間やいろんな方々と交流してアイデアを生み出すというところにもぜひ参画いただけるとすごく嬉しいなというふうに思っています。また 個人だけではなくて企業としてもスポンサーさんという形でいは、ねはい、今回 JBS のサポートいただきありがとうございます<う>という形でもあのご参画いただいていろんなアイディアを生み出すサポートしていただくことができますというところでこの3点であの参画いただくことができますのでリンクが貼ってあるかなというふうに思うのでご興味があればぜひ見ていただいて一緒に日本を元気にする取り組みに参画いただきたいというふうに思っています。 というところで西脇さん、アイデアクティブジャパンのセッションとしてはこちらで大丈夫ですかね。そうですね。はい、皆様、最後までご視聴いただきまして、どううもありがとうございました、はいま。このマイクロソフト、えー、とベースフェスタはまだ続くと思いますし、アイデアクティブジャパンもあのやってますので、ぜひ引き続き皆さんとコラボレーションできることを楽しみにしています。